魔法研究所攻撃されるんですけど、魔法で。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、あれよね、魔法研究所を作らんといかんのやけど、どの辺に作ろっか。この辺とりあえず近くにね近くに作っていく。あ、こんなん取れるんや、鉄。なんかいつもさ、勝手に破壊されとるけんよく分かってなかったよね。じゃあこの辺を部屋としまして、別にちっちゃくって大丈夫よね、別に別に言い過ぎえ、ってことはこの辺で区切っていったらいいかな。どうしよう、こっちからかも入れるようにした方がいいかな。よいしょ。ってことはとりあえずこの2箇所削っとくか。なんかね、2つの方向から入れるようにした方がいいんかなーと。扉扉扉設置します。へい。あれ、こっち2段になってなかった？私めっちゃ1段なんやけど。違う違う。はで、これで部屋になったかな。よいしょー。どう？部屋？部屋ですか、ちゃんと。ん？あ、よかった、空き部屋。さあ、それじゃあ、ここに、どうしよう、ちょっと待ってね。この辺、もうちょっと広く使いたいよね。あれ？待って、部屋じゃなくなったよね。は、よし。で、ちょっとここの部分も削っていきまして、オッケー。今これちゃんと部屋よね、空き部屋。オッケー、ちゃんと綺麗にしとこう。よし、これでちょっと入ってこないでもらえますかねまだ出来上がってないんで、通り道、通り道にしてるの。はい、魔法の作業台。あ、どっちにしろこの魔法の作業台も必要やった？今びっくりマークついたよね、多分。じゃあこれをこの端っこに設置して、で、あとさっき作った本当は必要のない木のテーブル木のテーブルを、あ、違う、この辺に設置して、で、丸クッションを、はっ、コーロ。なんか思ったよりでかいんやけど、びっくり。コーロは上じゃなくて下でもいいかな。この横に置いとく。コーロ近すぎかなまあいいか別にいいか。はい、で、水晶玉をどん。こんな感じで魔法研究所、イエーイ、できたよできたよ。なんかちゃんとした施設っぽくない？あ、ちょっと待って、これ新しい方やった。さてじゃあ、いいな。せっかくおしろのキッチンを作ったのじゃ。一つわしに料理を作ってくれんか？作ってほしいのはポトフじゃ。ポトフがあれば体が温まり、敵と戦う闘志も湧いてこよう。ポトフいいね。ポトフはレンガキッチンにじゃがいもと生肉、そして水を入れれば完成するじゃろう。水？どうやって？水はじゃがいも畑の水場からお主が持つ乾きの壺で汲み、レンガキッチンに向かって巻けば入れる。あ、そういう感じなんや。生肉は時折魔物の首狩り族が落とすのを見たことがあるぞ。あれ、首狩り族の肉なん？え、気持ち悪い。さあ、三つの料理素材でうまいポトフを作り、わしにご馳走してくれ。あ、どうも、ちゃんと作ったよ。あゆな、魔法研究所を作ってくれたのだな。ありがとう、助かるぞ。魔法研究所があれば、人々が物作りを手伝ってくれるはずだ。今までより早く物を作れるようになる。何を作ってくれるんやろ。ところでアイナ、君の相棒の指導とは付き合いが長いのか？私はムーンブルクの将軍として様々な兵士を見てきたが、あんなに強い戦士には出会ったことがない。まあ、破壊神だからね。ただ、戦争は規律が大切だ。身勝手な言動は味方全員の危険を招く。指導は欠かせない戦力だが、あの無鉄砲さが気がかりだ。君がうまく抑えてやるんだぞ。
そんな制御するとかできるかな、私に。なに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 、攻撃された。魔法研究所攻撃されるんですけど、魔法で。ちょっと待って、とりあえず、あ、そっか、乾きの壺でさあ、汲んでこなければ。ここの水ってことやんね。じゃあここのを汲みまして、あ、水がなくなった、つらい。ちゃんとここにはここで戻しておくからね。よし。いや、ここにはちゃんと水がないとね。あ、肉、これが首狩り族の肉ですね。ちょっと待って、あっちから戻れんかった。さあ、これでなんだって。とりあえず、あれ、じゃがいもはどこに行った。じゃがいも持ち歩いてなかったんっけ、あっち。あっちか。ちょっと待ってね。はい、じゃがいも。てか、これもさ、こっちに入れといた方がいいよね、料理作ってくれるなら。とりあえず、まずじゃがいもを入れて、生肉入れて、からの、は、水。あ、これで入った？おー、そういう感じなんやね。なるほど、なるほど。これで料理ができる。ポトフ。あ、作ってくれとる。生肉も入れといていいよね。そのまま食べれんし。はい。オッケー。あ、ちょっと待って。じゃがいもこっちに移動しただけやった。はい。これでオッケーかな。できた？寒そうだな。お、もうすぐできる。はい、来たー。ポトフを初めて作った。できたよ、おじいちゃん。来た来た来た。かー、見事じゃ。ごめんね、ちょっと料理の邪魔して。かー、ついにポトフが完成したのじゃな。かっかっか、よいぞよいぞ、あいな。では早速、そのポトフをわしにくれい。はい、どうぞ。もったりとして、ねっとりとして、それでいて上品で。なんとうまいポトフじゃ。ねっとりしたポトフって美味しいんかな。ポトフってサラサラしたイメージあるんやけど。かっかっか、ポトフは体力や満腹度が大きく、回復するだけでなく攻撃力も上がるゆえたくさん作ると良いぞ。そうなんや、めっちゃいいやん。ところでアイナ、わしが以前話したスパイの話、お主は信じてくれようの。ちっ、またスパイの話か。どっから来た。スパイスパイって一緒に戦うやつを疑って面白いのか。かー、お、面白くてやっておるわけではない。わしは仲間たちを案じておるだけじゃ。アイナ、誰がスパイクなど分かったものではないぞ。リックかアネッサか、王様かもしれん。王様にまで疑いの目を向けるっていうのは、なんか逆にジローも怪しくない？ああ、もしかするとわしの可能性もあるの。おお、自分でも言い出した。知らず知らずのうちに魔物になっておったとか。いや、それはないと思う。それなら多分もともと違うんやろうね、ジロームが。じいさん、どうかしちまったのか？なんなら治療室に運んでやるぜ。もし陣地の中に魔物がおるなら、真実を映すというラーの鏡があれば、正体を見破れるものをの。え、ラーの鏡出てくるん？え、めっちゃいいやん。え、ラーの鏡使って正体を見破るんとかめっちゃ楽しかったんやけど、昔。いやいや、この気配は。何？敵？あ、敵っぽいね。マジか、ちょっと待って、扉閉めないで。お、大集合、大集合、みんな。ちょっと待ってね。よいしょ。集めておいて。あいな、金の音に釣られやがったのか、ハーゴン軍連中がやってくるみたいだぜ。今まで感じたことのない気配もある。どんな奴らが来るか楽しみだな。どうだいな、戦いの準備はいいか？オッケー。今まで戦ったことがない気配？どんな感じ？よし、どの敵が攻めてこようが、俺が残らずぶっ潰してやる。心強いけども。スーパーサイヤ人や、スーパーサイヤ人。さあ行くぞ、エナ。俺は今暴れたくて仕方ない。危ない人やな。バトルスタートー。よーし。行くぜ、行くぜ。え、待って。え、なに。ちょっと待って。めっちゃ攻撃入ってくるし。デインバリアが関係ないよー。そして物理攻撃してくるんかーい。へっ、避けまくってやるわ。ちょ、1体ずつ確率に倒してこう。へいへい。あー、ちょっと待って。え、
頭蓋骨も、あくっそ、無傷で終わらせたかったのに。でも近くに来たら逆に魔法使わんね。よーし、基地の基地。あー、破壊やめて、破壊しないで。拠点がやられてしまう。ほら、めっちゃ飛んでいくやん。やばくない？王様とかやられてない？ふぅ、あ、来た。巨大な首狩り族来た。しかしここで、えい、あれは、敵がいないんですけど。もう敵がいないんですけど、今のは私たちがやっつけたのかい？ちょっとよくわからなかった。イエイ。ハーゴングの連中を倒したな。いつも以上に手応えがあったぜ。シドウさん、あなたの戦いぶり感動しました。これからはあなたについていきます。兄貴と呼ばせてください。兄貴。ここでもそういう関係が出来上がった。聞いたかよな、こいつら俺の強さに惚れたらしいぞ。兄貴とか言うのが気持ち悪いが、ついてきたいなら好きにしろ。兄貴。まあね、なんかあんなヒゲモジャのおじさんに兄貴って呼ばれたくないよね。それはそうと、敵の中に強力な魔法攻撃を仕掛けてくる厄介な奴らがいたね。あれは妖術師だ。奴らの魔法は今ある城壁もデインバリアも飛び越えてきてしまう。奴らの魔法を防ぐためにも、そろそろ城門を作らなければならないな。城門を作ったら防げるの？敵の攻撃で城の一部が破壊されてしまったの。じゃが案ずるな、わしらとってビルダーじゃ。城の壁を修復する家しばし待っておれ。お、直してくれる、やったね。拠点がほぼ元通りになった。このほぼっていうのは何なん？若干直せてない部分があるとかそういうこと？ちょっと待って。じゃ次、どこ行くみんな。ちょっと話を聞いてよ。あ、どうも。てか話聞いてほしいのはそっちでしょ。あゆな、城の壁を越える魔法を放つ敵も現れた。そろそろ本格的な縄文作りを進めたい。縄文があれば攻撃を防げるだけでなく、守りを固めながら敵を攻撃できるだろう。さあ、あゆな、まずは防御と同時に攻撃もできる縄文の設計図を書いてくれ。攻撃もできる縄文？どんな感じ？大砲を設置するとかそういうこと？ね、前もなんか、ワンの時にあったよね。広い。まあ、でも縄文やもんね。そういう感じか。縄文の設計図を描いた。範囲が広いよー。ほら、すごいかっこいい。こういう感じや。むむ。これはすごい。縄文の設計図が書いてあるのだな。強固な門だけでなく、城内から攻撃できる要因もあるとは。これでハーゴングを迎え撃てるだろう。あ、大弓を置いたんや。なるほどね。でもこれだけの建物をアイナだけで作るのは大変だ。早くも僕たちの出番が来たね。これだけ大きな建物だ。建築はビルダーになって僕たちに任せて、アイナには建材集め頼みたい。え、建材を集めてくれないの？え、今まで大きな建築をするときは仲間たちが建材を集めてくれていた、だって？すまないが、僕たちはビルダーとしては未熟だ。建材集めは君にお願いしたい。え、今までってさ、つら。収納箱に城の壁やその他の素材を入れてくれれば、私たちも建築を手伝います。まず大理石を集めて、城の壁をどんどん作ってください。城の壁はざっと800個は必要です。800！ 他にも必要なものは、作業台を見れば確認できるようになっています。大弓や鉄の縄文は収納箱に入れてくれれば、私たちでも置きますが、アイナさんが置いてくれてもいいですよ。いや、用意だけしとくね。とにかくアイナ、建材がなければ僕たちの建築は止まってしまう。君は建材の供給を気にかけてくれ。オッケー。縄文の完成がムーンブルク城の再建につながるだろう。すまないが私はビルダーではない。建築は君たちで進めてくれ。姉さんも手伝ってよ。君が言い出しっぺでしょ。じゃ、待って、戻りたい。てか、なんかめっちゃ紐落ちてない？何あの紐？何から出てきた紐？よくわからんけど。とりあえずいろいろと作りますかね。うわ、めっちゃ必要やん、ほんとに。ほらー。城の壁。でもまあ、大理石はね、私めっちゃ集めてきとるけん。いけるでしょう。82個。よっ。
い、そして城の飾り壁地、これが53、どれぐらい、7個でいいか。はい、はい、そして城の飾り壁10、これはどれぐらいいるんすかね。そんな思ったほど必要じゃなかった。4。はい、そして城の塔、これなんか隅っこのやつか、隅っこ角っこ、はい、6個。てかもしかしてもうなんか組み立てよる、え、あるっけ。あ、これは1でいい。え、なくない、組み立てれるもの。はい、はしご2個、あとは鉄の縄文2個。もうなんか寝よる寝てるよ王様、女の子も。結構な数必要やな、いろいろと。ちゃんと全部作れるかな。これは大弓が5個。あ、これだけ、あ、いけたんじゃないもん。おー、これで全てやね。え、なんかめっちゃ作りよるけど、どういうこと？あ、ちょっと待って、収納箱持っていかんといかん。とりあえず、この収納箱持ってったんでいいかな。え、違う、これ収納箱じゃないんやけど。びっくりする。あ、ここからなんか持っていきよる。え、何？何があるの？この中に。それ雪じゃない？雪と石だよね。何入れたい今。え、なんかちょっとよくわからん。違うんだよ。収納箱。あ、中身が入ってるけんダメってことこれ。もしやそういうことですか。じゃあ破壊して持っていくわ。あ、なるほどね。中身はバラバラになってしまうのか。ちょっと待ってねー。え、なんなん、みんなどこから持っていきよ、それ。え、ちょっとよくわからないんだけど、怖い。ちょっと待って、ちょっと待って。みんなちょっと待って。これで、あとこの辺の。もう一回閉まってしまった。はい、これと、城のくぼみ壁。まあ、とりあえず材料は全部もう揃ったけん、あとはみんながどれぐらいのスピードで作り上げてくれるかっていうことやね。今みんな何をしようんやろ。ちょっと私にはよくわからないんだけども。はーい、みんな集合。この中に入れていくよー。はい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 、入れていくから、はい、ここの使ってってねー。はい。はいはい。はい。うおー。すげえ、持っていきよる。めっちゃ持って。え、これなんなんやろ？石の階段あるよ、中に。閉まってるよ。どこ行くんよ。何？トイレ？いや、違うね。何してんの？え、もしかしてみんなさ、あれなの？なんかその辺にあるやつ破壊して使いよる？そんなことするんかな？ちょっとよくわからんけど。でもね、材料ないのになんか作っていきよったけど。謎。どうしたね、さ、急に。はい、おはよう。空腹で倒れそう。空腹で倒れそうよ、私。ということで、はい、ベイクドポテト、食べまーす。よし、オッケー。さあ、今どんな感じ？お、そういう感じなんや。ふぅ、上に開くんやね。へぇー。あ、大弓設置されとる。シュン。かっこいい。あ、こっからでも見えるんやね、向こうのトロル。あっこまで届けばいいのにな。シュンシュンシュン。連続では打てんかった。こういう感じや。すげえ。なるほどね。さあ、材料はすべて揃ってるから。じゃん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 と。あれやね。あ、待って。ふぅ、危ない危ない。巻いたかと思ったわ。縄文周辺にこういうのちょっと邪魔やね。開けとこ。
こんな感じで。これで OK ですか？こっちからも入れるようにした方がいいかな、扉つけて。で、そこはもう、いっか。そこはもう、うん、大丈夫かな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、これであれやろ？もう次回からちゃんと大弓とかで戦ってくれるってことよね。いいやん。